はい、皆さんこんにちは、トリーです。今私はクタのグランドゼロの前にいます。今日はですね、ちょっとクタの方でいろいろ用事を済ませて、これからウブドの方に帰ろうと思うんですけど、さあどうやって帰りましょうということなんですけどね、まあ、カーチャーターあるいはタクシー、いろんな方法があるんですけど、今回はシャトルバスを使ってみたいと思います。まあバリ島でシャトルバスといえばね、やっぱクラクラバスっていうことなんですけど、残念ながらクラクラバス、もうこの時間になるとですね、ウブドのラインが終わってしまってまして、今回はこのブラマシャトルバスを使ってウブドに帰ってみようと思います。ではこれからグランドゼロから、ブラマシャトルバスのバスターミナル、クタ営業所まで歩いていきます。歩きながら行きたいんですけど、実はまたクタもですね、夜の街歩きとかしてみたいんですけど、この辺りねちょっと物騒でして、特にグランドゼロを過ぎたところからすぐあるこのスカイガーデンの前っていうのは、いつも白人たちがたむろしてちょっと喧嘩とかある非常に危ない場所なんですね。まあそういうことで、夜ちょっとここら辺ブラブラするのもねちょっとどうなのかなと思うんで、ということで、まあここが一応スカイガーデン、かなり有名なところですね。まあこうやって昼間ブラブラする方が安心じゃないかなという気がします。はい、ということでプラマシャトルバスのターミナルに到着しました。はい、ここがプラマシャトルバスのターミナルになります。ハロー、スラマシアン。事前にネットで、ネットで予約しておきましたんで、ちゃんと入っておりました。はい、テレマカシ。はい、ということで料金の方を支払いましたので、一応4時15分までにまたこちらに戻ってください、来てくださいということなので、ちょっとまだ30分以上あるので、この辺りブラブラしてどっかでお茶でも飲んでこようかなと思います。はい、時間になりましたので、車の方に乗り込みます。だいたい時間通り4時半出発ということで、だいたいウブドまで1時間ちょっとぐらいになると思います。座席の方は広い感じなんですけど、まあまあ、なんだろう、ミニバンっていうかマイクロバスですかね。で、お客さんは僕の他に、白人の女性1人と男性1人。基本的にバックパッカー系の人がよく使いますよね。普通の旅行者はあんまり使わないっていうか、まあ、普通の旅行者はタクシーとかカーチャーターで行くと思います。では、今クタを出発しました。で、僕も昔ツーリストで来てた頃とか、まだバリに来たばっかの頃は結構プラマシャトルバスは使ってウブド行ったり、ウブドからクタに移動したりしてたんです。もう最近はね、自分のバイクがあるんで、ほとんどこういう交通機関は使わずにバイクで走っちゃってるんですけど、ですのでね、ぶっちゃけすごい久しぶりにプラマ乗ったんですけど、車両の方はですね、昔はもっとボロかったですね。もうシートガタガタでなんか痛いくらいのシートだったんですけど、だいぶ良くなって、クーラーもちゃんと来ます。昔はねクーラー効いてなかったんですよ。
やっぱグラクラバスに比べたらちょっとなんていうんですかね、古い感じがしますけど、まあ運賃もですね、北からウブドまで6万ルピアなんで安いですし、本当になんていうんですかね、バッカ向けのこういうシャトルバス移動手段って感じがします。はい、ノール、サノール、サノール、サノール途中サヌールによります。サヌール、ここはサヌールでもね、ちょっと北の方なんですね。中心部から外れたとこなんですけど、なんでこんなとこ寄るかっていうと、実はこの先からですね、ロンボク行きとかレンボガン行きの船が出てるんです。それでここでロンボク、レンボガン島に行くお客さんはここから降りて船に乗って島に渡ると、そういうことでここサヌール結構泊まるんですね。でこのプラーマー社もですね、そのロンボク行きの船出してますんで、そういう関係でこのサヌールの北の方に一回泊まるんじゃないかなと思ってます。はい、そろそろ、ウブドのインゴ税関プラマー社の、ウブド営業所の方に到着します。今の時間が5時45分、4時半にクタを出発しましたので、大体1時間15分、まあまあ予定通りの時間到着ということになります。このシャトルバスの運賃が片道、このシャトルバス運賃片道6万ルピアですのでね、クラクラバスに比べて2万ルピアお安いということになります。また、クタを4時半に出ます。これが最終になりますので、ね、結構遅い時間までクタに滞在ができるなっていう感じがします。飛行機なんかもね、結構このちょうどいい時間だったら結構空港からは出てないんですけど、一回クタまで移動して、そこからこのプラマバスで、ウブドのホテルに移動という方もいらっしゃいます。はい、営業所の方に到着しました。はい、ということで、プラマバスを使って管からウブドまで移動しました。時間がですね、1時間15分。今日はね、道そんなに混んでませんでしたんでね、結構順調に来ました。片道が6万ルピアですので、そんなに高くなくてね、まあまあいい感じ、ちょうどいい具合じゃないでしょうか。本数もね、はね、そんなないんですけど、まあ時間があったらクタからウブドに移動するのに、使うのにちょうどいいのかなっていう感じがします。それではこれで以上で、今回の動画の方を締めさせていただきたいと思います。この動画が面白かった、役に立ったということでしたら、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録されてない方、この機会にチャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。